高校生男子組手の部には全国から38名の精鋭がエントリー。決勝戦には赤関西大学第一高校の本庄正樹、そして白東京小空手道クラブの大内田拓也が順調に駒を進めた。優勝は小空手道クラブ所属の大内田拓也が勝ち取った。